ナンバーアンダーラインアイがワイヤードミュージックフェスティバル一獣引用符24出演決定。名古屋での特別なライブに期待高まる。ナンバーアンダーラインアイのチケット即完売。ファン熱狂のワイヤードミュージックフェスティバル一獣引用符24で新曲披露か。 2024年10月13日に愛知スカイエキスポ野外会場で開催されるワイヤードミュージックフェスティバル一重引用譜24に人気音楽グループナンバーアンダーラインアイが出演することが決定しましたファンにとっては嬉しいニュースですナンバーアンダーラインアイはこれまで数々のフェスで実力を証明してきた実力派グループで今回のフェスでも素晴らしいパフォーマンスを披露してくれると確信しています ナンバーアンダーラインアイの出演が発表されるとファンの間で話題となりチケットは即完売となった特に最前列のチケットはサーバーがダウンするほど競争が激しくなっていましたこれはナンバーアンダーラインアイの人気と期待の高さを示しています今回のフェスはナンバーアンダーラインアイの地元名古屋で開催されるためナンバーアンダーラインアイにとっても特別な意味を持つイベントとなる 地元ファンにとっても彼のパフォーマンスを直接見られる貴重な機会となるだろう。なお、ナンンバーーアダインア i はこのフェスに向けて新曲を準備中だという。9月23日には初のフルアルバムのリリースが予定されており、そこからの新曲が披露される可能性が高い。このフェスティバルには有名アーティストも多数参加します。特に注目すべきは、 コーチェラでナンバーアンダーラインアイと共演した他のアーティストとのコラボレーションです。フェスティバル全体を盛り上げ、観客にとって忘れられない一日となるでしょう。さらに、フェスティバルのテーマは、日本から世界へです。このコンセプトに基づき、日本国内外で活躍するアーティストたちが一堂に会し、音楽だけでなくファッションやフードなど、様々なカルチャーがクロスオーバーするイベントとなります。 このような多彩な要素が組み合わさることで、観客にとって新しい発見や体験が得られる場となることが期待されています。特に、今回は日本を代表するストリートファッションブランドであるリバティウォークとエープとのコラボレーションが発表されました。リバティウォークは1993年に設立され、日本初のストリートファッションのシンボルとして知られています。また、エープは迷彩柄が特徴で、 海外ののララッパーたちにも人気のブランドですこれらのブランドとのコラボレーションによりフェスティバルのファッション面でも大いに注目が集まりますこのようにワイヤードミュージックフェスティバル一重引用婦24は音楽ファンにとって絶対に見逃せないイベントとなっていますナンバーアンダーラインアイの出演に加え多くの豪華アーティストたちが一堂に会するこのフェスティバルは観客にとって忘れられない一日となることでしょう フェスティバル当日には、音楽だけでなく、ファッションやフードなど、多くの楽しみが待っていることから、多くのファンが参加を楽しみにしています。愛知スカイエキスポの野外会場というロケーションも、フェスティバルの魅力をさらに引き立てます。自然の中で音楽を楽しむことができるこの会場は、観客にとっても特別な体験となることでしょう。さらに、10月という時期も、気候的に過ごしやすく、 フェスティバルを存分に楽しむことができる絶好のタイミングです。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは日没後の予定となっており、幻想的な雰囲気の中でのライブが期待されます。彼の力強い歌声とエネルギッシュなパフォーマンスは観客を魅了し、感動を呼ぶことでしょう。特に、新曲の披露が予告されているため、多くのファンがその瞬間を心待ちにしています。さらに、 フェスティバルにはナンンバーアンダーアダライン愛以外にも多くの注目アーティストが出演予定です例えば沖縄出身の女性ラッパーやヒップホップ界で活躍するアーティストたちが参加することが発表されていますこれによりさまざまなジャンルの音楽が楽しめるだけでなく新しいアーティストとの出会いも期待されますワイヤードミュージックフェスティバル一重引用符24は音楽ファンにとっての一大イベントであり 観客にとととって忘れられらなないい体験となることは間違いありません愛知スカイエキスポという特別な場所で多くの才能あるアーティストたちが一堂に会し素晴らしいパフォーマンスを披露するこのフェスティバルは音楽の力と楽しさを改めて実感させてくれることでしょうまたこのフェスティバルを通じて音楽だけでなくファッションやフードなどさまざまなカルチャーが融合し 新しい発見や体験が得られる場となることが期待されています。特に、リバティウォークやエープとのコラボレーションにより、ストリートファッションにも注目が集まり、多くの観客がその魅力を体感することができるでしょう。このように、ワイヤード・ミュージック・フェスティバル一重引用フ24は、多くの魅力が詰まったイベントであり、観客にとって忘れられない一日となることでしょう。ナンバーアンダーライン・アイの出演に加え、 多くの豪華アーティストたちが一堂に会し、音楽、ファッション、フードなど、様々な楽しみが待っているこのフェスティバルは、音楽ファンにとって絶対に見逃せないイベントです。そして、このフェスティバルを通じて、音楽の力と楽しさを再確認し、新しい発見や体験を得ることができるでしょう。観客にとって忘れられない一日となることは間違いありません。フェスティバル当日には、 音楽だけでなく、ファッションやフードなど、多くの楽しみが待っていることから、多くのファンが参加を楽しみにしています。ワイヤードミュージックフェスティバル一重引用譜24は、音楽ファンにとっての一大イベントであり、観客にとって忘れられない体験となることは間違いありません。愛知スカイエキスポという特別な場所で、多くの才能あるアーティストたちが一堂に会し、素晴らしいパフォーマンスを披露するこのフェスティバルは、 音楽の力と楽しさを改めて実感させてくれることでしょう。また、このフェスティバルを通じて、音楽だけでなく、ファッションやフードなど、さまざまなカルチャーが融合し、新しい発見や体験が得られる場となることが期待されています。特に、リバティウォークやエープとのコラボレーションにより、ストリートファッションにも注目が集まり、多くの観客がその魅力を体感することができるでしょう。このように、 ワイヤードミュージックフェスティバル一重引用譜24は、多くの魅力が詰まったイベントであり、観客にとって忘れられない一日となることでしょう。ナンバーアンダーラインアイの出演に加え、多くの豪華アーティストたちが一堂に会し、音楽、ファッション、フードなど、さまざまな楽しみが待っているこのフェスティバルは、音楽ファンにとって絶対に見逃せないイベントです。そして、このフェスティバルを通じて、 音楽の力と楽しさを再確認し、新しい発見や体験を得ることができるでしょう。観客にとって忘れられない一日となることは間違いありません。フェスティバル当日には、音楽だけでなく、ファッションやフードなど、多くの楽しみが待っていることから、多くのファンが参加を楽しみにしています。ワイヤードミュージックフェスティバル一重引用符24は、音楽ファンにとっての一大イベントであり、 観客にとととって忘れられらなないい体験となることは間違いありません愛知スカイエキスポという特別な場所で多くの才能あるアーティストたちが一堂に会し素晴らしいパフォーマンスを披露するこのフェスティバルは音楽の力と楽しさを改めて実感させてくれることでしょうまたこのフェスティバルを通じて音楽だけでなくファッションやフードなどさまざまなカルチャーが融合し 新しいい発見や体験がが得られれるる場となることなこ期待されています特にリバティウォークやエープとのコラボレーションによりストリートファッションにも注目が集まり多くの観客がその魅力を体感することができるでしょう。